皆様、フラ講師のひろこです。今回はマウナというハンドモーションをご紹介いたします。ハワイ語で山を意味するこの言葉、山は私たちの父であり母である。山を自分自身の心の拠り所にする、自分の心の源にする、そういう思いはハワイも日本も同じですね。紹介するのはその一つです。手を斜め前に伸ばしましょう。そしてそこからまさに大きな山を作るようにして、両手を持ち上げ、人差し指を指先をタッチさせます。あなたの前に大きく美しい山を作ってみましょう。このモーションはカホロというステップと練習してみたいと思います。カホロについては他の動画で紹介していますので、よろしかったらそちらをご覧ください。このモーションのポイントとして、指先を上に上げていくときに、どうぞ視線と、そして胸もしっかりと同じ方向に持ち上げてみてあげてください。そうすることで大きな山があなたの前に美しく姿を見せてくれると思います。ご覧いただいてありがとうございます。